どうも、ワニです。前回制作いたしましたこちらの巨大オオトカゲ用の飼育ケージの台の続きで、今回はこの上のケージを作っていきます。そう、横270センチ、奥行き180センチ、高さ1メートルちょっとのケージになります。まあ、そのためにいろいろと板も買ってきました。で、今まで作ってたケージは板をこうやってこうくっつけたらこの上にそのままねネジを止めてっていう感じで作ってたんですけども、今回はもうケージのサイズがサイズなんで、そういった作り方じゃ強度がね不安なんで、こう板を重ねた時にこの角の部分に柱をつけて、よりねしっかりと板をつけられるような構造で作っていかなければなりません。で、まあ大きさが大きさなんで、いつもみたいにケージを作ってこうやってひょいって乗せるっていうのができないんで、この上で作っていくしかありません。まずまあ底面になる部分と背面になる部分を作って、こう押し込んでその周りを作っていくっていう感じでやっていこうと思います。まず底面になる部分の板、よいしょ、これが 180×90cm、でこちらが 115×90cm の板。この水槽部分を避けるために 180cm 分はちょっとね穴が開きます。この板たちに、よいしょ、こうやって柱をつけます。はい、つけれました。でここにまた今度こうやって背面の板をつけていくという感じですね。で次はここにアルミサッシをつけます。アルミサッシは実は結構前から注文してあって、事務所にずっと置いてありました。こうやって木の枠を作ってね、ケージにつけられるようにしていきます。これはね、ちなみに片方が130センチで、2つ合わせて260センチくらいのアルミサッシです。楽天市場で買いました。よし、窓サッシもつけれて大体できてきました。次はこのケージをもうこの台にくっつけちゃいます。そう、どうせこのケージ作ったら、まあ、動かすとかないし、まあ、地震とかあった時に全部くっついてた方が安全なんで、もうくっつけちゃいます。よっこらしょー。はい、じゃあ次は天井を作っていきます。天井を作るのに用意しましたのがこちらのメッシュパネル 180×90cm 3枚、これを3枚この上にねくっつけちゃいます。まあ、これシール製で一応なんか黒い塗料が塗られてるんで若干の耐水性はあるんですけども、まあ正直天井が塗れることってそうそうないんで、そこまで耐水性は気にしてないです。でこのメッシュパネルはこのタッカーっていうねでっかいホチキスみたいな機械でくっつけていきます。はい、というわけで上の金網も全部しっかりつけれました。で金網をね置くだけじゃ真ん中の方がたわんじゃうだろうなと思って不安だったんで、この柱をね2本つけました。これね、よし、これで蓋も完成しましたんで、次はこの窓枠に窓をはめていきましょう。
いやー、はい、見事つけれました。ちょっとね、正直、普通に開くか、開くんですけど、閉めるのが完全に窓が綺麗な形にはまってないんで、ちょっと閉めるのが苦労するけど、まあ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 、ちゃんと開くし、ちゃんと一応閉めれるから、いいかな。そう、このアルミの枠って、思ってるそんな硬くないんですよ。アルミなんでね、結構柔らかいんで、この型枠を綺麗に作れないと、結構歪んじゃうんですよね。そう歪んじゃうと、うまく窓が開かなかったり、鍵がね、閉めづらかったりしちゃうんですけども、まあ、今回ちょっとね、歪んじゃった。こんだけでかいと、ちょっとの歪みも大きくなってきますね。この枠に使った 2x4 っていう木材が、物によってかなりね、曲がってたりするものなんですよ。だからこういう枠作るのは 2x4 じゃなくて、もっとまっすぐピシッとした角材の方が良かったなというのが今回の反省点の一つですね。まあでも一応ちゃんと開け閉めできるし、これでいいでしょう。どうですか、動物園クラスの巨大なケージ、素晴らしい設備ができましたね。はい、ちょっとね、さらに耐久性を上げるために向こうに、柱を2つ加えました。あとね、ここの下の部分、こっちの方にも柱を加えました。これでよりね、床板がベコベコしないように耐久性が上がったと思います。そしてこの横の板の方にも裏側からこのね、柱をつけて耐久性を上げております。はい、というわけでこれでひとまず完成です。水場が 180cm×60cm のオールガラス水槽になっておりまして、この上の部分で生活できる。うん、これだったら水オトカゲ修正飼育もできるんじゃないかな。うん、まあ、作っては見たものの、このケージを何年も使っていくつもりはないですけどもね。最終的にはね、これよりもさらにすごいケージを用意してあげたいなと思っております。はい、とりあえずケージはできたんですけども、これでこのまますぐ水オトカゲを入れるというわけにはいきません。あと、まあ床材どうするとか、ろ過装置をどうするとかね、この水回りの防水をどうするとか、いろいろと考えなきゃいけないことがあります。そのセッティングについてはまた次の動画で紹介していきたいと思います。ちなみにこちらのケージね、走行費多分10万かかってないと思います。こちらの水槽がちょっと欠けちゃったんでタダでもらったでしょ。で、この 2x4 材って12フィートつまりね 3.6 メートルぐらいでも600円とかなんですよ。で、このガラス部分が一番高くて、でもこれも3万円ぐらいだったかな。で、天井に使ってるメッシュも1万4000円でしょ。で、この黄色い板なんて 180cm×90cm で1300円ぐらい。そんなに高いものは使ってないんですよ。で、あの金具も1個200円とかですからね。そんなにね、お金はかかってないです。労力はかかってますけど。うん。皆さんもね、超巨大なオオトカゲを飼育するとか、大きなイグアナを飼育するっていう方はぜひね、こういったケージをね、真似してみてもいいかもしれません。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。